声は大地から湧き上がっています。夢をつむる男たちは始まりました。足音が聞こえます。開会宣言。スポーツを愛する多くのファンの皆様に支えられまして、 J リーグは今日ここに大きな夢の実現に向かって。Encontro de minha vinda aqui para o Japão teve muito a ver com essa profissionalização, né? Então, meu objetivo aqui foi justamente passar toda a minha experiência do que é ser um profissional de futebol. Então, foi um encontro, a meu ver, muito positivo. Minasan to issho ni dai countdown de mukaemashou.5、4、3、2、1、0。ものすごいフィーバーぶりが衝撃でしたね。自分の高校生の時は、自分はヴェルディのユースにいたんですけども、日産自動車というかマリノスとヴェルディの試合を、やっぱりこう因縁の対決なんで、その開幕がすごい印象に残ってますね。僕はもうヴェルディにいたんでいっぱいいましたね。ラモスさんもそうですし、ミッドフィルダーにも天才みたいな人がいっぱいいたので憧れてましたね。はい。マーカンチ、まあ、jogando aqui contra o Nagoya, fiz 3 gols e...Aqueles 3 gols me puseram na mídia inteira do Japão e eu acabei perdendo a minha liberdade de andar de trem e andar de ônibus. Isso aí complicou um pouquinho naquele período, dava muita euforia por parte do torcedor japonês.覚えてますね。もう本当に夢を、すごく夢を持たせてもらいました。満員のスタジアムでプレーできることが本当夢のようでした。プロとしてサッカー選手として生活ができるようになったことをすごく幸せに思って嬉しい気持ちになったのは、もう今でも忘れられないです。風間さんが得点を取ったシーンですね。はい、覚えてます。すごく、はい、すぐ抱きつきに行って自分たちがサッカーすることによってこう喜んでくださる人がこんなにもいるんだっていうのは、その開幕戦で、はい、すごく感じました。J リーグはなかったですか？おそらく。山崎文人、職業はサッカーコーチです。普段は小学生から幼稚園の子どもたちに対して、サッカーを指導したりとか、あとは巡回指導っていって幼稚園を回ってサッカー指導をしたりしています。 J リーグを知ったきっかけっていうのは、そのテレビとかで見たことあったんですけど、一番こう印象に残ってるのは、こう両親と一緒に、出身が千葉なので、柏レイソル対 FC 東京の試合を見に行ったのが一番印象に残っていて、実際にプロの選手を生で見て、あ、こんなにボールが早く動くんだなとか、こんなボールが遠くまで飛ぶんだなっていうのを見て、 J リーグで一番衝撃を受けました。 J リーガーになりたいなと思い出したのは、その小学校の試合見に行ってからなんですけど、中学高校と進学してジャパンサッカーカレッジという専門学校の方に行ったんですけど、そのプロサッカー選手になりたいっていうことで、こうちょっとでもプロに近いところでサッカーがしたいなっていうので、愛媛 FC のセカンドチームがあるっていうことで、愛媛に来ました。まあ、結局結果的に J リーガーにはなれなかったので、まあ、挫折だったりとか夢を、まあ、途中で諦めたので、まあ、今は違う目標とか夢があって活動してるんですけど、そうですね、 J リーグがあったからサッカーの今、まあ、抱えてる仲間だったりとか、今の奥さんだったりとか
ていうのはサッカーを通して出会えたので良かったなと思います。山崎しおなです。主人のお仕事は FC 周りのコーチをしています。日本代表戦とかをよくテレビで見るようになって、友達同士であの人かっこいいねとかいう話にから J リーグに、あの選手はどの J リーガー、どのチームなんだろうから始まって見たり、選手図鑑を見るようになったりはしました。サッカーに関わる仕事がしたいなということで、トレーナーという形で関わりたいなと思って、専門学校、サッカーの専門学校に入ったですね。 J リーグの試合だったり裏側を仕事を体験する機会があったので、そこで実際に選手に近いところで見たり、観客として見たりしました。そうですね、 J リーグがなかったらサッカーに関わりたくて専門学校入って、同じ夢を目指す友達だったり仲間に会うこともできなかったですし、今の主人にまず第一会うことができなかったなと思います。あまり来ることのなかっただろう土地に来て、二人で苦しい時もありましたし、お金もなくてどうしようって時もありましたけど、こう一生懸命二人で乗り越えられたことはすごい自分の人生にとってかけがえのないものになったと思います。財前信之です。仙台でサッカースクールをやっています。そうですね、まあ、今だから笑って話せますけど、やっぱり J リーグがあったりプロがこうどんどん盛んになったことによって、やはり自分もやっぱりこうサッカー選手として商品だったので、やっぱりこう怪我を治りかけでもどんどんこう早く治して次のチーム行こう次のチーム行こうっていう感じだったので、まあ、そういう意味でまあ、言葉悪いかもしれないですけど、まあ、若いうちはやっぱ商品という扱いをされた時代もありました。はい、まあ、自分はやっぱり、まあ、3回大きい怪我をしたんですけども、まあ、仙台というチームに拾っていただいて、まあ、その中でずっと J2 にいたんですけど、その中で初めて仙台が J1 に上がれた時に、やっぱ昇格ゴールをできたってところはやっぱり自分の中で印象に残ってます。宮城県の方しか分からないと思うんですけど、もう本当ものすごいことだったので、すごい自分の中に残ってますね、心に。はい、そうですね、やっぱり、いろいろ怪我で苦労してきた分、ああいうところにボールが落ちてくる、やっぱり頑張ってきてよかったです。はい、田中誠、お仕事は主に女優をしながらモデルさんのお仕事とかもさせてもらってて、ジュビロ磐田のサポーターです。母親が磐田出身なので、なんかこの大久保グラウンドでこうあっちの方が昔は入れたんですけど、今寮があるところに入って、なんかおにぎり食べながらなんとなく練習を見てた記憶とかはあります。かっこいいですね。ファンサービスでこう選手が出てくる時にここで呼び止めて写真撮ってもらったりサインしてもらった時の写真です。懐かしい。試合見に行って
でゴンさんがめっちゃゴール決め、まあ、いつもなんですけど決めて、すごい応援の時のダンスとかがあるんですよ。それをなんかヒーローインタビューの後にわざわざジブラサポーターまで来てくれて、で私がすごい興奮しちゃって走って前まで行っちゃって、子供がそれでサポーターの人たちの太鼓のとことかで一緒に会って踊ってて、家帰って京都でそれがテレビで映ってて、再生してる時に誠めっちゃ映ってるやんみたいななったのはめっちゃちっちゃかったですけど、全然もうめっちゃ覚えてますね。サッカーと出会ってなかったらここまで、何かを長く応援し続けたり一生懸命になることってなかったんじゃないかなって思いました。山口富子です。仕事は医者をしてます。皮膚科医をしてます。でチームは大分にいて、大分のトリニータのサポーターをしてます。もし J リーグがなかったらつまらない人生だったと思います。地元にそんなにそのスポーツを見るっていう環境自体がなかったので、トリニータはすごくアットホームなチームなんですね。アットホームっていうか、あの3世代にわたってくるんですね。だからあのおじいちゃん、息子たち、お孫で、さらに それが成長していくと、その孫さんがまた子供さん連れて4世代とかで来ることがあるので、なんかそういうの全て含めて大好きです。大人になって自分の好きなことで楽しめるっていうのはすごくいいことだと思ってます。これもあの知り合った友人が送ってきてくれたんです。あのエルゴラってこっちで買えないので、東京の方でしか大都市圏だけかな、で買えないので、まあ、あの山形に一緒に行ったというか、一緒向こうであの合流した友達があの山口先生送りますよって言って、試合が終わったあと1週間ぐらい経ってからかな、送ってきてくれました。マジ嬉しいですよね。田中直樹と申します。今エルグラッソを発行しているスクワットという会社で働いています。まあやっぱり一番の思い出はキラキラしてたっていうのがすごくあって、まあ世界のスター選手が日本に来て、でヴェルディはじめスター選手たちすごく輝いて見えたなっていうのが一番、まあ、一番かっこいいなっていうのが一番大きかったですかね。自分が文章を書くのが好きだったので、このサッカーの良さ、 J リーグの良さを自分がどう伝えるかって考えた時に、あの書いて伝えることが合ってるんじゃないかなと思って、そこがきっかけでしたね。正直僕もエルグラッソ読者だったので、買ってた身ですし、隅まで読んでた立場なんで、実際そこで勝てた時、乗った時ってすごく嬉しかったですし、なんかこう J リーグのためにサポーターのためになってるのかなと、自分の記事読んでもらうことで J リーグの試合の瞬間が思い出されたりとか、宝物になったりとかするっていうのが本当に嬉しいことで、そういうのも出会いの一つっていうか、僕がエルグラッソと出会ったのもそうですし、サッカーと出会ったのもそうですし、それが今のパワーになってる気がします。森保一です。日本代表監督兼、東京オリンピック、U21 の監督をしております。本当に多くの人に、J リーグができたからこそ出会うことができたというふうに思っています。今の自分がというか、その当時もそうですけど、まあ、選手として本当にこう影響を受けた方は風間さんが、一番影響を受けて、いろんなことを本当に厳しくも優しくもこう教えていただいて、自分の成長につながったかなというふうに思っています。 J リーグはなかったですか？おそらく、地元で、造船所の、職員になっているか、
海の町で育ったので漁師になっているか、まあそういう感じだというふうに思っています。はい、できればずっと選手で自分の大好きなサッカーをプレーしていたいという気持ちはもちろん持ってましたけど、監督をやらせていただいて、またサッカーに携わる幸せな仕事ができるっていう思いで2012年の開幕戦を迎えたのは、はい、今も覚えてます。景色は全く違いますね自分がサッカーする上で、サッカーにこう携わる上で、いや辛いと思ったことは、はい、ないですね、はい、極めようと思ったらやはりこうなんていうんですか、こういろんなこう自分の限界に挑戦していって、壁を打ち破って、で成長するっていうことを高めていくということをこうやっていかなければ生き残っていけない世界だと思いますので、選手時代もで指導者としても人よりも努力したっていうつもりはないですけど、人並みに努力してきたりとか、苦しい思いやこう厳しい思いや辛い思いも含めて全部なんかこう楽しめてたというか、幸せにこう思ってこうやれてた自分はいるなと思いますね。Arthur Antunes Coimbra, onde muitos me conhecem como Zico, que é o meu nome de futebol, e minha função atual é diretor técnico do Kashima Antlers. Zico, não, Zico. Estaria no Brasil lá, fazendo como eu estava no Brasil, vivendo uma vida tranquila, boa, tinha me preparado para... tinha acabado de sair do Ministério como secretário de esportes e estava sempre procurando trabalhar a minha imagem pelo que eu fiz no futebol, quando apareceu o Japão na minha vida. Que foi por causa do Japão, da minha vida aqui no Japão, que eu me tornei técnico de futebol. Eu tive um momento difícil do Kashima, me tornei técnico do Kashima, e aí a mosca azul me mordeu e eu dali em diante passei a gostar e me tornei técnico de futebol. Talvez se eu ficasse no Brasil naquele período eu não, jamais passasse pela minha cabeça de um dia ser técnico de futebol. Encontro é quando você tem um objetivo e esse objetivo é alcançado. É um encontro com aquilo que você idealizou. Quando eu disse que vinha para o Japão para trabalhar no futebol, os caras, você está louco, está maluco, tem futebol lá. Eu falei, eu vou lá porque eu devo ter um encontro lá com o futebol, desenvolvimento do futebol japonês. Eu acho que isso foi um... Deus me colocou assim, ó. Você... Está escrito que você tem que ir para lá. Então esse foi um grande encontro meu com a nova vida nipônica. J リーグがなかったとしても、日本リーグなのか地域リーグなのか、サッカーやってたと思いますね。やっぱり自分は東北で11年ぐらいプレーしたので、本当東北の方に応援してもらったことがすごくやっぱ心に残っていて、まあ、その時は自分のためにやってましたけど、今度はもう人のためにというか、恩返しのつもりで、まあ、仙台でやることを決めました。海外行ったことや怪我したことや、いろんな経験をやっぱ子どもたちに伝えたいなっていうのはありますよね、はい。J リーグ自体がなんかこう夢の舞台とか、なんか夢であってほしいなっていうふうに思います。
今の地元の子どもたちにも、今 FC 今治で教えている子どもたちとか、地元にサッカークラブがあるっていうことを誇りに思って育ってほしいなというふうに思ってます。自分の夢を子どもたちにまた主人がつなぐって思うと、そのまま夢は続いていくのかなと思います。ヤマハスタジアムに行くと絶対声かけてくれるご夫婦の方がいらして、それがすごい嬉しくて、こういう出会いって本当にこのジブリが好きだったからこそでしかないなって思います。全く知らない業種の方とか、全く知らない遠方の方とかとも友達になれましたし、なんか人とのつながりを作ってくれる出会いの場になってるなと。 J リーグにはやはりホームタウンがあって、地域の皆さんにオラが町のチームだっていうふうに本当こう思って、より思ってもらえるように、私もサッカーファミリーとして J リーグをすごく応援してますし、またサッカー人としても共に日本のサッカーを成長させていく仲間だというふうに思って、やっていきたいというふうに思っています。